韓国検察が超県民全大観航空専務を業務妨害の疑いで11日、検察に送致する。ソウル厚生警察署の関係者は、朝前専務の広告代理店職員暴行及び業務妨害事件について、業務妨害の疑いが認められ、基礎意見で明日送置する予定とし、暴行は被害者が処罰を望んでいないため、 控訴権がなく特殊暴行は容疑が認められなかったと等か、明らかにした。警察は朝鮮専務の業務妨害の疑いが立証されたと判断したが、検察の判断は異なる可能性もある。検察は去る4日、警察が申請した朝鮮専務の拘束令状を棄却し、広告主として、 業務的と判断により死者会を中断させたものと見る余地があるなど、他人の業務を妨害したものなのかどうかについて争いの余地があると明らかにした。一方、朝鮮専務など関進グループのオーナー一家が大韓航空旅客機などを利用して、家具やブランドバッグなどを密輸した疑惑については特別司法警察である関税庁が別途で捜査している。 国土交通部は米国国籍の朝鮮専務が営アー r 東キリジとして在職した違法行為をめぐって制裁案を論議中だ。